ご講談をお願いいたします。後ほどお餅巻きの場面では再び登場いただきますのでよろしくお願いいたします。何度も何度も来させていただいてプライベートでも来ることも多くなっているので、はい、本当にこういう時期にこんなに天気のいい、そうなんです、恵まれて昨日も今日もですけど、はい、なんか今までで本当に一番こう気持ちいい天気の中で過ごさせてもらっているかもしれません。おっしゃる通りかもしれません、はい、実はこの時期北海道函館割と不安定な時もあるんですが、山本さんがもしかしたら青空連れてきてくれたんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。ですよね。本当に久しぶりの函館のこの五稜郭祭へのご参加になったと思います、はい、沿道の皆さんいかがでしたか。待たせたな言ったらそうなりますよね。ありがとうございます。もう何をいっぱい語るよりもやっぱりそういうちょっとこう思い出のセリフとか本当ですね。ちょっともう涙が出てきますね。ありがとうございます、はい、ちょっと興奮気味で司会者失格でございますが今度山本さんが演じられた土方歳三というのは、はい、今本当に土方を知る人たちの一つのアイコンになっているというか、はい、山本土方像を一つの理想としている人も多いと思います。そんな大きな私たちにとっても本当に憧れの存在になったと思うんですが、山本さん自身はこの土方歳三という役との出会いをどんな風に今感じていらっしゃいますか。そうですね、本当にたくさんの方に愛されている方なので、やるときはやっぱり非常にプレッシャーというか、はい、期待値が高い分とてもこう不安な部分もあったんですけれども、やっぱり本当に人柄となんていうのかな、やってきたこう実績にこう助けられながら、そして僕 の新選組の時で三谷幸喜さんが本を書かれていたんですが、ね、三谷さんの愛もあって、なんかこうみんなで本当に新選組の大河ドラマ新選組の土方歳三像というものをこう作り上げてくださったという感じなので、まあ、僕だけじゃなくて本当に応援してくれてる皆さんの力がああいう形になったんだと思うんですよね。で今もね、いろんな方が演じ続けている、そういうやっぱり愛されてる、ずっと永遠にこれから100年後200年後もきっと、そういう風になんかいろんな人が演じていくんじゃないかなと思うと、その何ていうのかな、一人になんか少しでも慣れたことをとても誇りに思います。本当にある世代をね共に過ごした私たちにとっては土方像の本当に大きなこの山本さんという像だったと思います。これからもぜひね、その土方の魅力をもし伝えていただけたら地元のものとしては嬉しいな。いやもう僕でよければいくらでも、ね、やっぱり年も取っていきますから、僕が演じたのが27歳の時なので、はい、もうそれから15年もう16年目になるので、そうなりますね。そうですね、なんか栗塚朝日さんは70超えてから土方歳三さんを一回演じてるんですよ。ちょっと70超えてから僕はちょっと楽しみにしてます。本当にいろんな形で、ね、ドラマっていうのはちょっとファンタジーにもできますから、はい、もしも生きていたらとかそういう話を作ったりもしてもいいと思うし、いやどうしましょう、ね、楽しみになってきちゃいました。そういう意味では本当に皆さんがこう応援してくれればいろんなことが叶う、と思うのでね、はい、これからも皆さんで盛り上げていきましょう。本当にありがとうございました。ありがとうございます。6月にもまた函館にお越しになる予定がありますね。はい、はい、あります、はい、函館競馬の開催に合わせて、はい、イベントでいらっしゃったりとか、はい、だからもう本当に心ところは、まあ、今月もそうですし来月もそうですし、はい、割と頻繁に来てます。この間もちょっと映画の撮影で沖野金子さんですか。そうです、はい、まあ、その時は函館で、飛行機を降りまして、そこからちょっと行ったんですけれども、ね、2時間半ぐらいちょっと移動したんですけど、はいはい、ゆかりがあるということでこれからもご活躍を心からお祈りいたしております。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。
土方歳三役、今やもう土方といえばこの人というようにイメージが私たちの中でも定着しているのではないでしょうか。50回を迎えて、特別ゲストとして山本浩二さんをお迎えいたしました。この後お餅巻きにも参加していただく予定となっておりますのでお楽しみに。さあそれではお待たせいたしました、これより五稜郭会場セレモニー、五稜郭内の戦闘シーンから始めてまいります。五稜郭会場セレモニーのスタートです。いよいよ明治新政府軍は函館総攻撃を開始します。函館湾の海岸沿いに進撃する部隊と江差山道から函館平野に進出している部隊により五稜郭は包囲されてしまいました。また函館山裏側の絶壁を登ってきた奇襲部隊の攻撃により、函館の市街地は瞬く間に新政府軍に占拠され、旧幕府軍の函館守備隊は弁天岬台場に立てこもるとともに、函館戦争の最終局面、土方歳三は孤立した弁天岬台場の仲間のもとへと向かいます。お主何者だ。一戦に不動土方歳三、おのれ土方、うわあやっ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 は一本木関門で敵の銃弾に倒れ、弁天岬台場の部隊は食料弾薬が尽きて5月15日この時榎本武明はオランダ留学の時に入手した海の法律、万国戒律伝書を万感の思いを込め新政府軍の黒田清隆に託しました。死亡者は官軍陣営に出頭すること、一つ五稜郭は解放し兵器は数を尽くして引き渡すこと、一つ官軍は明18日午前7時まで本気を中止する。以上、官軍佐野参謀黒田清隆、米清丸榎本清武明。謹んで標準の意を表し、ここに五稜郭を明け渡すものであります。標準の意を表し、特に回答を許す。
黒田さん、この書物は私がオランダ留学中に書き写した国際法に関する書物です。日本の未来のためにぜひお役立てください。猪瀬さん、心中お察し申し上げます。海部伝承はこれから日本の国のため活用してまいります。翌5月18日、五稜郭は明け渡されました。こうして徳川家臣団による北海道開拓の夢は破れ去り、多くのその後の明治新政府では、黒田清隆が2代目総理大臣になると、榎本武揚も大臣を歴任し、2人は共に日本の発展に力を尽くしていきました。以上、五稜郭開場セレモニーでありました。ありがとうございます。